こちらダイソーで購入したシリコンモールドです。ここに書いてあるようにアロマストーン用のモールドです。こちらをレジンにも使えないか実験していこうと思います。まず調色パレットに透明のレジン液を注いでいきます。宝石のしずくホワイトで着色していきます。混ぜ合わせます。混ぜ合わせることができたら、エンボスヒーターを当てて気泡抜けを良くします。レジン液を温めることができたら、調色パレットを2つ追加して白に着色したレジン液を3等分します。レジン液をさらに着色していきます。一番左にはパールレッド、真ん中にはパールイエロー、一番右にはパールブルーを混ぜ合わせます。レジン液を混ぜ合わせることができたら、もう一度エンボスヒーターで温めてから気泡が抜けるまでしばらくの間放置します。こちら新品のモールドですが、たとえ新品であってもまずは掃除から始めます。説明書に柔らかい型と記載がある通り、かなりふにょふにょとしたシリコンモールドです。このまま移動させようと思うと運んでいる時に形が変わってしまいそうなので、土台にシリコンモールドを乗せて作業していきます。パールレッドで着色したレジン液を左上に流し込みます。硬化します。今度はイエローパールで着色したレジン液を流し込みます。硬化します。最後のブルーパールで着色したレジン液を流し込みます。
硬化します。硬化することができたら表面が平らになるように透明のレジン液を重ねます。硬化します。硬化することができたらシールを貼り付けます。気泡がないかをよく確認してから硬化します。硬化熱が冷めたのでモールドからレジンを取り外します。少し気泡が入ってしまいましたが、きれいに細工をかたどることができました。